まあ、の前の皆様こんにちは、つぼです。お久しぶりですね。ちょっと私事でございますが、ちょっと仕事の業務体系がちょっと変わってしまって、ちょっと忙しくて、動画編集とかやる時間がなかったんですが、ちょっと落ち着いてきたのでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、今回やっていくのはこの8番出口というのが、任天堂ストアにあったのでちょっと買ってみました。このゲーム、パソコンでは、少し前に出て、動画配信者の方も結構やってましたが、ちょっと私はその動画をちょっとしか見てなくて、結構面白そうだと思ったので、今回私もやってみたいと思います。ただ、そこまで長い時間見てないので正解もあまり覚えていないのでやっていきたいと思います。あれ、いきなり始まるんですね。さあ、この通路の中にある間違いを見つけていくゲームですね。結構リアルにできた駅の通路みたいな感じでしょうかね。 A ボタンを押しながらスティックを倒すと走れるようですね。特にそれ以外の操作はないようですね。エイト歯科医院、アルバイトパート大募集、ドッグサロン随、ワンちゃんも大喜び、フェスがあるようですね。防犯カメラ作動っていう。さあ、では行ってみましょう。結構細かいところに、間違いがあると思うので気をつけて行ってみましょう。あ、看板が増えてますね。ご案内ガイド、異変を見逃さないこと、異変を見つけたらすぐに引っ返すこと、異変が見つからなかったら引き返さないこと、八幡で内から外に出ること。ここからスタートのようですね。実際はホラーゲームのようですね。ちょっとこういう BGM も何もない感じもちょっと不気味ですね。さあ、特になかったと思うんですが、行ってみましょう。さあ、1番に上がったので異変はなかったということですね。特に異変はないようですね、今回。地下広場、さあ、2番なので異変がないようですね。
ちょっとこの無言で歩いてくるおじさんもちょっと怖いですね。あれ、今回も何もなかったと思うんですが、行っていいんでしょうかね。あれ、どっかあったんですかね。今のは、戻らなかったので、失敗ということですね。ちょっと私にはどっかわからなかったですね。どっかあったんですかね。ないですよね、どこも。特にないですよね、今回も。さあ2番ですね。このポスターとかも結構細かいところ、数字が書いてたらちょっと分かりにくいですけど、あれ？でかい、でかいですよね、絶対これ。でかいですよね。これは異変があったということで、3番。どう見ても私の視線の先にはまだ肩しか見えてないですからね。アンドレザージャイアントでしょうかね。さあ3番通路。地下広場。ここに変わったところはないようですね。住んでみましょう。4番。そんなには難しくなさそうですね。特に変化もないですね。さあ、5、あれ？0番。どっかあったんですかね。おじさん、ちなみに土佐弁ではおじさんのことをおんちゃんっていう感じですよね。
さあ1番とこ、今のところホラー的な要素は出てないですね。まあただこの雰囲気は不気味ですよね。2番なかったですね。やっぱこの無音がちょっと苦手ですね。ゼロファン。さあ、が細かいところにも。ないですね。エゼロ。ちょっと迷ってきちゃったんですかね。ちょっと失敗が続いてますね。目が動いてますね。ということで戻りましょう。1番、打ったのは簡単ですね。2番、さあ、あら、ポスターが全部同じになっちゃってますね。ということで異変があったので戻りましょう。3番、ちっこい監視カメラもなんか怪しいですよね。場所、そこの曲がり角に一つと、この通路に真ん中ぐらいに一つ、そしてこっちの曲がり角にも一つですね。今回はないと思いますね。さあ4番。ポスター、
広がってないですかね、これ。広がってますよね、これ。戻っちゃいましょう。5番。もう今のは止まってて正解でしたね。なんか目の端の方でちょっと違和感があったんで。同じ間違いは2回は起きないんでしょうかね。ゼロ。また振り出しですか。ノブが真ん中ですね、これ。このドア、どうやって開けるんですか、これ。さあ、一番通路。おじさんの背中に悪口書いた張り紙とかないでしょうかね。おう、びっくりした。戻りましょう。2番通路。ああ、びっくりした。これ撮ってるの？もう午後10時なんで、結構夜も遅いので、ちょっとびっくりしちゃいましたね。なんか今、いますよね、なんか。これ戻るとして。追っかけられちゃいけないようですね。はい、戻ってきました。まあ、急に追っかけられたのはちょっとはびっくりしましたけど、あのドア開いた時よりは全然マシでしたね。あのヘッドホンつけてるんで、あのドアの音とか結構響くんですよね、耳のところで。さあ、2番。3番ですね。ちょっと8番もできるかどうか不安になってきましたね。さっきから上でカチカチ鳴ってるのは蛍光灯の音でしょうかね。え？とっ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 と。
4番4番4番真っ赤な水が流れてきましたね。ゼロ。さあ、今まであったのがおじさんがでかかったのとポスターが全部一緒だったのと、あの変なのが向かってきて捕まったのはあれ、また出てくるんでしょうかね。あとドアが開いたのと、水が集まってきたやつですね。あとポスターが広がっていくやつもありましたね。なんか開いてますよね。なんか、お、なんかいましたよね。あ、ちゃんと蛍光灯は変えてくださいよね。3番。巨乳さんを襲ってきたりとかないでしょうかね。ああ、メカが動いたのもありましたね。さあ、4番。おじさん普通ですね。ポスターも広がってない。目も動いてない。あ、お、5番。蛍光灯は変えてくださいって言ったでしょ、もう。はい、のでここで6番。やっと6番通路ですね。目も動いてない。どのもチャンス。またゼロですね。どっかあったんでしょうかね。
一番。2番通路ですね。なんか垂れてましたね。4番禁煙ってここでしたっけ？もっとこっちについてた気がするんですけど。あの位置合ってたようですね。またどっか見逃してるようですね。今のもあったようですね、どっかに。おじさん早くないですか？さっきおじさんどういうことですか？引っ返せ引っ返せ。2番あれ まだ2番ですよね。間違いのですね。あれ？ちょっと不気味な絵でしたね。4番これが正常ですもんね。これは何もなさそうですね。またゼロです。
どっかおかしかったですかね、おじさん。なんかいましたよね。はい。はい、3番。ああいう、もうあからさまなやつがあったら、助かりますよね。今度、ドアが1個足らないですよね、絶対。ここに1個ありましたよね。4番。ありますね、やっぱり。はないと思いますが、あったんですね。どこおかしかったですかね、おじさん。壁はなかったようなので1番。ん？地下広場が反対向いてますね。2番。看板大丈夫。アルバイトバトバト中の顔もおかしくないですね。ドアのもう普通の位置。さ、3番。今回もないと思いますね。里だ。4番。どっか床とか。なんかありますね、ここ。やっぱフォアラーなんですね。さあ5番。ドアもある。イラストもおかしくない。ウィさん普通。あ、看板。さあ6番。おじさんも早くない。
何も垂れてない。今回もそのまま行っていいと思いますね。7番ポスターも広がってない。でも大丈夫。お、びっくりしましたね。8番でも大丈夫とは思いますね。ん、なんか展示ブロックがおかしいことになってますね。戻りましょう。あら、さっきも8番だったんですが、もうちょっと続くんでしょうかね。特におかしいところも、ん？なんですか、おじさん。なんすか。戻って、あら、8番、まだですね。なんですか、おじさん。広がってない。展示ブロックも普通。イラストもおかしくない。ドアもある。何も垂れてない。看板普通。おじさん、今回は無視してる。地下広場、どんなも普通の場所にありますね。さあどうだ、クリアですか。ゲームクリアですね。知らせ、地下通路をご利用いただきありがとうございます。ご利用の皆様にはご不便をおかけいたしますが、見つかっていない異変が7個あります。ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。さあ7個見つけたことで、完全なクリアとなるようですね。おかしくない。ちっちゃっ。おじさんちっちゃいですよ。これであと6つ。おじさん笑ってますね。おじさん。
これ、なんですかね、突貫工事で、もうつける場所を全然考えずに設計したんでしょうかね。今回は、光ってますね。怖いですね。なんか点字ブロックはなんか太陽みたいになってますね。大丈夫。これ間違いですね。さあ、これで全ての異変が見つかりました。今度は当地下通路をご利用いただき誠にありがとうございました。これで間違いを全部見つけることができましたね。はい、ということで、今回はこの8番通路というゲームをやっていきました。いわゆる間違い探しゲームでしたが、結構面白かったですね。私ちょっと怖がりなので、ちょっと声を大きく、悲鳴を上げちゃったこともありましたが、なんとかクリア、そして間違いも全部見つけることができました。さあ、また、これからもレトロゲームや、こういう新しいゲームにも挑戦していきたいと思いますので、どうかご視聴よろしくお願いします。今回ありがとうございました。うつぼでした。ねえ、おじさん。